ね、あんたのサービスでございます。余計妨害すぎじゃない。話が通じたのはここまでです。このじゃ拾っていらんわ、太ったな。これキモくね。まあ、いい加減にしろよ、マジで。ビンタしたんですよね。おはよう諸君、今日は皆様待ちに待ちに待ったこの方の登場です。花子姉さん、イエーイ。今日はですね、湯戸田汁に行ってきていただきましたと。はい、今もう完全にあいつですよ。はい、あのゴディが、はい、いるということで。パンチやばかったですね。でもやっぱり今まではこう褒めてくれたりとか、うん、こう好きに なってくれたのかなって思わせてくれたりとか。前回ザ・丁寧型みたいな、ね、そう今回はザ・パンチャーズを集めました。それでは早速初回潜入に行ってみよう。はじめまして。こんにちは。お願いします。ってます。トップバッターは、はい、音谷選手、どうでした？意外といけそう感みたいなのを出す人なんだなっていう。いけそう。どういう目で見てんの？ちょっと高いところにいるホストさんなのかなみたいな、うん、なんかねちょっと変わったんだよね、うん、最近、うん、手の出しやすそうなって言ったらめちゃくちゃ いけそう。もうめちゃくちゃ。それでは行きましょう。音谷、はい、選手です、はい、YouTube 見ました。 ありがとうございます。音にやって書いて音谷ですみたいな人。なんだっけ。ちょっとやってください。一人で盛り上がってるやん、もう。その人ですよねみたいな。余計な。恥ずかしいからちょっともう見てくれてるんですね。見ました。はい、はい、あのその音です。音にやって書いて音です。調子良さそうですね、だいぶ、はい、すごいわ、それもういいですか、お隣。はい、どうぞ。締め入れてみろ。これすごいページなくなったでしょ。なくなりましたね。いいっすか、最後でいくから。イエイエイ、はい、これは継ぎ足しちゃって大丈夫。はい、これはただのお水です。これはただの水、ね、はい、で、これが、カルピスハイです。カルピスハイね。そう、カルピスハイ。もうなんかどういう感じでいこうかなってすごい迷っちゃうよね、ここまで来ると。何ですか？カメラがどうのこうのとか言ってたから。もう察した。察してましたね。姉さんの存在でわかるか。ちょっとこう体重に紛れられない顔なんで。なるほど。だから、あ、もうこれは資格だと。まあさすがにね、もう何度もやられてちょっと覚えてきちゃったよね。どうですか、お店は。なんかこれ1回目じゃないですよね、多分。いや、初めてです。貫く。貫く。さすが。どういう顔してた、音谷、その時。あ、そういう手ねっていう。音谷、そういう時は攻めよう。声でわかる、うん、有利でしょ。え、有利の感想は？あ、やっぱり見た目と違って喋った感じがすごい喋りやすくて、うん、パリピ？そう、いいなと思いました。ゆうにくん、やっほー。今のやっほー真似すんで。やっほー。合ってる。合ってます、合ってます。あー、やりそう。やっほー。うわ、結構飲んでんじゃん。めっちゃ飲みました。ちょっとあの飲みすぎちゃったかも。そんぐらいが調子いい。りゅうりくん、ですですです。あのですですですって、どこの言葉。あった、そんな言葉。ないです。ないよね。ないです。ないよね。知ってる、見たことある気がします。 SNS かな。ですですです。何回言う。私結構あの Twitter ホストさん系見るのめちゃくちゃ好きなんですよ。おー、ありがとう、嬉しい。知ってくれてるだけでもいい。女の子たちの裏垢とか、うん、見るのすごい好きなの。あ、そうなんだ。それでかな。インスタ使うこと結構多いからね。うんうんうん、そう、最近ね、うんうん、男のインスタには需要ないと思ってて、女の子って、今なんか言っちゃあるけど、とりあえずおっぱい出しておけば、とりあえずそれでバズるじゃん。あ、とりあえずおっぱい出してる人。そうです、とりあえずおっぱい出してます、サウナで。はい、サウナでかい。さっき俺も覚えたんだよ、サカツ。来ます、一緒にサウナ案件。サウナ案件いっぱい来るんで。案件ね、よかった、はい、一緒に入るのかと思ってびっくりした。あ、一緒に入るんですよ。いや、俺が姉さんと。いかんわ。では行きましょう、続いて。はい、あんたのサービスでございます。当店がサービス。何と、あの当店がサービス。本当に、ありがとうございます。ちょっと待って、勝手に出してる。ゴリラだよね。そうです、テキーラを持ってきました。こうやりながら。なんで指立てる必要あった。なんか癖強いですね、うん、リ
電気屋さん。ゴリラなんで。はい、まあ、うんこを投げてよく見ますね、動画で。はい、なんでテキーラ持ってきたの。やばいね、これ。やばいね。気持ちいい。しかもさ、気持ちいい。決まっちゃうよ、これ。いっちゃうよ、マジで、これ。ユーニの声ってさ、時々フリーザ様に聞こえる。ちょっと待ってください。もうそれだと思って聞きます。まあ、結論から言うとユーニも無難でした、はい、正しい売れてるホストをやってくれました、うんうんうん、はじめまして。はじめまして。これは声でわかる。ノエル君じゃないでしょうか。彼もね、一番キャラ変わった。整形して裏で整形の喜びボーイって言ってる。喜びボーイどう。めちゃくちゃ良かったですね。私結構身長が170センチあるんですね、うんうん、小さいフェアリー系って結構好きなんですよ。取ってくる。ノエルさん。はい、ノエルです。さっきラッキー。今さ、遠くからシャバいのーって聞こえてくるんだけど、いろんなホスクラ見てきたけど、はい、この店だけシャバいのーっていうやつ多々いるんだよね。びっくりしすぎてこっちに挨拶しそうでした。お願いします。ちょうどこれですね、21で飲めるんですね。今日も結構酔っ払ってるから、飲みたい人は飲んで。私はえ、じゃあもらっていいですか。いいですよ、好きなやつ。ポカ的にはないのか。ポカボム。ポカ的的が良かった。なんでポカ的食べますか。じゃあお、いいですか。お願いします。早急にポカ的一応。彼との思い出の会話は、なんか私フェアリー系のこと好きになるときはチンチンがない系が結構好きなんですよ。ちなみに彼も連れて帰ったら、さあリキア行きますか。はい。キャパ超えてるか。時計。うわびっくりした。ついてる人に時計って言った。この人さ、さっきから妨害すぎじゃない。うん、ユグフォンではありえない想像の仕方してる。絶好調じゃん。シュッとか言って出てきたんで。スーパーサイヤ人のふりして出てきたんで。あ、スーパーサイヤ人の。そうです、そうです、そうです。はい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 。そあ、そっか、猿だもんね。テテテテテレレテテテテテテレレテテ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 テ。ちなみになんですけど、うん、話が通じたのはここまでです。でもなんでセフィロスって言ったの。全然分からなかった。聞き取れなかったんで。え、でとりあえず今は会話成立したとは姉さん的には思ってくれたんだ。そうですね、ここまでは。唯一男を選んだ男なんです。始まって、やらせだろ。やらせ。太ったな。あ、ありがとう。太ったな。ありがとう。太っただろって言われたんですよ。ついて、ついてですよ。座って一言目がやらせだろ。二言目が太っただろ。こいつこんなに調子乗ってるけども、大阪の鉄板神社で泣いてるからね。こんなポンコツをすぐ捨てしまえばいいのに。なんか何リキアさんのあのこのじゃ拾って。いらんわ。お願いします。あんないらんわ。あんないらんわ。リキアさんが自分の名刺を投げました。なんで分からないです。うん、うん、気候です。まあゴリラうんこ投げる。あんないらんわ。おうまい。はい、ちょっとおお首や。おまあまあ拾ってあげて。まあ首、はい首、はい首、はい大阪、はいお前大阪。それを拾わなかった若い子にこんなこと言ってました。遅いやつ。これね、多分ね、俺に言われまくってるから、それで覚えた。あのゴリラでありインコだから、そうそう、大阪大阪っていうのを覚えちゃったんだろうね。うん。ヤバくるマジ聞いて、あのさ、3日って聞いたのにさ、でも15日だよ。やべえマジ。ヤバくるマジ。最初は本当に2、3日の予定って俺に言われて、まあ俺はゴリゴリそのつもりじゃなかった。もう永住させようと思ってて。結構カメラに向かってミオさんに話しかけてましたよ。マジで、はい、なるほどね、はい、じゃあもらうね。お願いします。お願いします。嫌われてる。お願いします。すいません。お願いします。すいません。誰か助けて。お願いします。何今日。いつもよりひどい。何が聞きたいの。こんだけ飲んどいて。うん、特に聞きたいことはない。何太ったん。言
われます、ホストで。いや、ないね。初めましての人に。お尻がなくて、ゼロ。ちょっとこうしたら、お尻の穴がすぐ見えちゃうぐらいお尻のお肉はなかったんです。でも私の顔でお尻ないの変じゃん。ね、聞いて、ね、この人、人の話聞いてくれないんですよ。助けて誰か。もう警察呼んで。警察呼んで。警察呼んで。脱走した動物ってこんな感じなんだよ、ね。なるほどね。え？何？何で？何ですか？え、なんか乾杯する雰囲気だったのになんで一口も手つけないの？いいじゃん、俺ノーギャレ。送んだよ。ノーギャレ。何にもギャラをよこせって。お前はギャラをもらってるんだろ？俺はいつもノーギャラだぞ。ちょっと待って。お前こっち側のつもり？ギャラでしょ？ギャラないの？ギャラないですよ、飲んでくださいギャラないの、ほんと行ってみよ、ほんとないの、ほんと、もらって殺すよ、マジで。あ、いろいろあるけど、おい、ヘルプくれよ。信じる、信じる、信じ、今日休み、お前いい、来いや、いいですか、いや、信じ休みなんだ、キモいですね、性病なんだけど、あ、そう、全てフィクションです、はい、彼すぐ他人を病気にしたがるんで、え、なになに、ウメボーイズあんた下ネタに積もりすぎなんだマジで。ゆきやさんのこと指名する人なんかもうゲテモノでも何でも来れると思う。逆にもう何でも私が俺のお客さんディスってるよ。おいゲテモノとかさ、私が130キロとかでもうこんな顔とかしててもなんか面白いとこ1個あったら絶対好いてもらえるっていうか、いじってもらえる自信あるっていうか、そういうキャパあると思って来ると思います。会ってみたかった、ラブラブ、俺から好きやこれ、キモくねちょ、いい加減にしろよ、マジでこちらからラブって言って、こいつキモくねって言われる。 I love you, I love you。 いや、しろ、覚えとけ、マジでやってくれたな。次、大阪1ヶ月行かされるよ。誰か、俺が叫んじゃねえ。何がしたいかわからない。私本当楽しいんですよ、ただ太ってるだけじゃん。え、デブも本当に人生豊かなんですよ。なんでかっていうと、美味しいものも食べれるけど、そのムチムチも可愛いねって言われる。あ自分で笑うの可愛い。よいしょ、見てろってやめ。おわ、彼と9年だけど、彼7年とか言ってくれる、舐めてる。何が9年、何が7年、付き合いだよ。あ、付き合い、え、どっちが7年、どっちが9年。え、2人の関係だから1個しか見えたら、そうや、関係が7年、7年だから君は幸せにならない。待って、ね、なんで詰められた今。なんか7年か9年の付き合いだって言うからどっちですかって聞いたところ、だから君は幸せになれないんだって。痩せたら幸せになれますか？無理なんかい、弱取っとくわ。マジ？飲む飲む飲む。全然デブ、デブ怖くない。え？デブ怖くない。顔が可愛い子はぽっちゃりとか、うん、めちゃめちゃ。はい。でも俺はちょっとデブって言ったの。ブスってことじゃない？そう。ビンタしたんですよね。ごめんね、ほんと。あ、全然大丈夫。よく怒らなかったね。じゃあ、結果的に誰が一番良かった？わあ、そうですね、ノエルくんが顔かーい。やっぱり顔かーい。はい、この度は当店のギアが大変申し訳ございませんでした、すごく楽しかったです、はい、世の諸君、ホストは結局顔でした。これだけ会話がつまんなくて、はい、リキアの会話だらけになったのに結局顔だから。それではまた次週、バイバイ YouTube。